リカキン TV Everyday。 デモンハロー YouTube。 どうもヒカキンです。いや正直今眠いです。そして皆さんの中にもまだ宿題が終わらない、テスト勉強しなくちゃいけない、今眠い方たくさんいますよね。そんな時にこれは非常にいいんじゃないかという商品を見つけて買ってまいりました。それがこちら、わさび歯磨き粉。じゃじゃじゃん、歯磨き。ビレッジヴァンガードで850円でした。高いな。爽やかなわさびの香りが口内にツンと広がります。本品は歯磨き粉です。食べられません。というわけでこれで歯磨けばね、眠気が吹っ飛ぶんじゃないかと。でなおかつその後ね、歯磨いてあるからもう寝れると。これ一石二鳥だ。850円だからね、よっぽどいい歯磨き粉だよね。これね、かなりグレードの高い歯磨き粉くらいの価格ですよね。これうちの母親なんて98円の歯磨き粉しか買ってこないっていうのにね。さあ行くぞ。お、な、内蓋がない。おっ、うおっあのね、歯磨き粉のあのミントっぽい香りとわさびのツーンがねミックスされてる。さあ行きますよ。え、落ちてる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 。うわ落としたはい、こんな感じでね、ほんのり緑色っぽいですね。いただきます。まずすぎだこれ。ぶわ、涙が出てきてる。合わないね、なんかね、これ。ただね、歯磨き粉的なミントのスーッとするあのいつもの味が勝ってて、そこまでわさび感は強くはないかな。ただなんかね、わさび入ってるねこれね。あーまず。結果まずいです。ただね、やっぱりわさびと歯磨き粉で言ったらね、歯磨き粉ですね。やっぱりほんのりわさび風味。ただね、それがね、ミントと合わないんだ。これがそんなに辛いっていうわけでもないんだけどね、なんか受け付けない味ですねこれね。でもしっかりわさびっぽい味はしました。で、まあ、僕にとって苦手な味だったんで、まずまず目は覚めたんですが、まだ眠い。というわけで今日はですね、はい、わさび買ってきました。そうですよ、もう遠い昔はね、歯磨き粉なんてなかった時代、日本はねわさびで歯を磨いてたんですよ。嘘ですけどこれで目を覚ましてね、僕は今日も動画編集を頑張ります。ほら、あー、これぞ日本の心。よし、いけー、プニ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 正直怖いです。しかしこっちはね、食べれるからね、もう磨いてあとは飲み込んでそれで OK。 一石三鳥だねこれね。目は覚めるし、歯は磨けるし、飲み込めるっていう。いただきます。怖い怖いいただきます。
完全に目が覚めている。これ冗談抜きでね、テスト直前の時とかいいかもね、わさび歯磨き。ただですよ、あのね、わさびをやっぱりね、大量に一気に口に含むとうーってなるんですよね。僕やっぱり大量にね、口に入れてはいけないものなのかなと、体が拒絶しますね。勇気のある諸君、試してみてはいかがでしょうか。ビモンとダイズヒカキンズポイント、セブンティー。ちゃんとわさびの味しましたし、よっぽど我慢強い人なら、歯磨き粉としてずっと使えるのかなと思いました。ただね、結構高級品だからね、これ。というわけで70点でございます。まあただ本当に目を覚ましたいという方は、こっちを使ってみてはいかがでしょうか。本日のこの動画がもしよければグッドボタンをぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。本日は私グーを出します。あなたのパーで包み込んでやってください。いきます。最初はビンじゃんけんポン。バイ。私ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他 ID 検索でアットヒカキンと検索しても出てきますし、 LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ。それでは LINE でお待ちしております。たらく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 